一緒ですね hey, the same one. これはどこの辞書がベースなのなんか三省堂のベースとかそういうのはある。こ<れ>ーーよく分かんないですけど。ーーか <laughs> <laughs> でもこれすごくいいよね。だって私が思うには、ある程度英語できる人たちは A 辞書がついてるから。そう、ほうがいいと思う。うね、っていうのはまず英語で調べたほうがいい。うん、英語で調べて英語の意味を。 うん、調べて、それでその英語が分かんなかったら、まあちょっと日本語に行ってちょっと比べる。うん、でも英まず英語の意味を調べなきゃ、うん、また変なすぐ日本語にしちゃうと変なねうん、うん、あの訳になってしまうかもしれないし成人を辞書を選ぶとき、どういう風に選んだの？ううだのこ,これを目安にっ,って、やっぱ英が入ってるのて。<laughs> でもなんか言葉探しててさ、で出てこない言葉とかさ、ちゃんとなんかうまく訳されてない言葉っていうのは、あったりする場合があると思うんだけどほと,ほとんどっていうか、<laughs> だって、自分が本当に言いたい言葉って辞書で調べられないと思うのね、うんうん、から名詞とかだったらね、普通に辞書で調べて、あ、うんまあ、お皿はこれ、うん、プレーって、ただ言い方だから、簡単なんだけども、うん、自分が言いたいことを辞書で絶対調べられないと思うのね。 難しい、ね、難しい。で、私よく使ってるのは ALK、うん、っていう日本語の辞書みたいな、うん、あのオンラインの辞書があってあ、ね、でそれはすごくいいと思うねっていうのはいろんな使い方っていうかね、言い回しとか英語で日本と日本語で書いてあるんだけども、時々、英語が間違ってるのね、うん、私は英語が間違ってるのは分かるんだけれども、うん、まあ日本語の意味が分かってて。でも 日本語が間違ってるかどうかわからないけど、まあ、例えば、日本語でこの日本語を調べて英語に出てくる、うん、英語が間違ってる時があって、まあ、特にっ辞書ってこう一辺倒りの役になるじゃないだから、ね、あの柔軟にこういう場合はこんな役になるみたいなところがわかりにくいからさ、うん、そういう辞書って探せるのかどうかわかんないけどもだからそれが難しいんだよねやっぱ辞書を見てそういう、ね、あの役をどのように解説しているか。 そういうのが非常にポイントかなと思うんだけどんなんか自分でこう単語をひこの単語がどんな風に訳されてるかいろいろと辞書で比べてみてあじゃあこれが一番ああ良さそうなとかまあ、まあ、コンピューターがないところで辞書を頼りに言葉を探すっていうこともあると思うんだけどもそういう時はどんな風に辞書を選んだいいとまずさっき言ったみたいに AA があってあと thesaurus なんだっけ synonym do you knowthesaurus? 類義語があるやつあと反対の言葉っていうのは反義語はそれは見たことないですね辞書でそういうのは出てきたらい,いと思うけどねその,その単語によって反義語が載ってたり載ってなかったりしますねあじゃあ載ってるのもあるんだ載ってるのもありますね、うん、載ってたら便利だよね、うん、そういうのもねだからそういうのとか100%その辞書を信用しない方がいいと私は思うううん、うん ね、すぐあ、この言葉はこれだってそのまま使っちゃうとは、その辞書は必ず正しいと限らないし。というかまあその、そこで訳されてるこ使い方がね、うん、あるかもしれないけども、あと例文が出てくるとこ、うん、出てくると、やっぱり、あこういうセンテンツで使えるんだ、それが一番便利だと思う、私は、日本語を勉強したときに辞書を使ってたときは、例文が出てこないと、どういうふうにこの言葉を使われてるのかなって、私はいつも思う。 うん、から本とかに書いてあっても、えー、こういうい本ではこういうセンテンスになってるけども、あとはどういうふうに使うのかなって思って、この辞書の例文解説っていうボタンがあって、それを押すと、なんかばって、サンプル、エ e ンプルセンテン e が出てくる。今でもみんな、あれなんだよ、ね、こういうのなんだね。コンピューターとかさ、すごいテクノロジーのいろんなことをやってんのに。 辞書はまだ本なんだって、紙の普通の辞書だって。<laughs> オックスフォードのね。G! <ー> <laughs> Come on, tag! Get with the program!